こんにちは、小池百合子です。東京2020大会におきましてはですね、新種目としてスポーツクライミングが新たに加わりました。ということで私今日はですね、スポーツクライミングというのがどういうものなのか、実際私身をもって体験したいと思います。では行ってみましょう。こんにちは、はじめまして。東京都知事小池百合子でございます。原です。原さん、はい、原さん、原原ちゃん、よろしくよろしくお願いします。今日はいろいろとちょっと教えていただきたいと思いますけど、はい、はい、よろしくお願いいたします。まあ準備運動はね、しっかりしましょうね。全然運動してないんで硬い全然曲がってない。全然曲がってない？すげえ曲がってる気がしてるけど。夜合コンがあるんで。そういうのダメ。体を柔らかくて悪い。何のために？がいけない傾きになってきてるんじゃないかと。で、私はこの壁を登ります。登ってみせます。芸能界の壁よりも、都市の壁よりもボルダリングの壁あすげえいい運動すんごいいい運動です。私これ大丈夫これなんで毎回落ちた後その体勢なんですか足を上げててもうねもうなんかすごい力を使い切ったんですよ登ると楽これがゴキブリの裏返しになった時みたいな汚いカツラも取っちゃう。お、そして？両手。無理。
お、エアさん次第でいいそうです。そうなの、はい、私次第、はい、正直疲れそうやってみましょうか。ということで、まあ、スポーツクライミングとやっていましたけども、ちょっとですね、楽しく汗をかける